惜しい惜しい。めかちゃんショットガンうまいな。ショットガンいいよ。インファイトになれば勝てるんやけどな。私が今ね、木のしまい方わかんなくてね。あずっと木構えてどうしようどうしようなんて、ってなってたら死んだ。武器しまうボタンやで。あれしまえるんだ。しまえるよ。長押しで外さなければ打たないから。はい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 。殴ったらしまえるよね。殴る以外にあるの？る武器しまうのキーでしまえるよ。あそうなんや。せやで。また一つ知識をつけてしまったね。完全に理解。理解。ナイス。パスしよう。上で。おいいスキンだなそれ。可愛いでしょ。うん、ギャラクシー感ある。うん。宇宙のパス。じゃなんか織田のそれさ、なんかちょっと戦国武将っぽいから選んでるそれもしかして。いや、なんかキモいなと思って選んでる。キモいからなんだ。なんかイカつくない？イカつくない、かっこいいよ。お前と一緒にするな。似合わない、織田信には。織田信には似合わない。なんかハゲスキンみたいなないの？クリプトの。ああ、なんかあるのかな、わかんない。ハゲてるスキン。探してみるか。スキンヘッド。ある？なさそう。え、オダナブってさ、まあ、ハゲてるじゃん。はい、うるせえね。シャンプー、まあまあまあ、シャンプーはしてるの？シャンプーしてる。え、してんの？うん、いや、してるわ。なんで？体は洗うじゃん。ボディーソープでいいやん、だってそのまま。え、そう。ハゲてたらさ、シャンプーして、体はボディーソープってこと？うん、そう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 。へぇ。ちゃんとみんなと同じかもな、そこ。同じかな、そこ。そうなんや。ちなみとシャンプー、ドイツのオーガニックのシャンプー使ってる。なんでそんなちょっと良さそうなやつ。マジでちなみにマジでいいドイツのね、うん、ガチでいいんだ。オーガニックのね、オーガニックなんだ ね、 オーガニックなんだね。こだわってます。こだわりのシャンプーなんだ。これ以上はもうやめてくださいって。あーまあ確かにそうだよね。ここでない人こそ確かにこだわらないと、うん、そうなんですよ、確かに、うん、でも育毛剤振ってるわけじゃないでしょ。だってうん振ってないよ。あそうなんだ。生えてほしいわけじゃないんだ。いや生えてほしいよ。生えてほしいんだ。もうだから薬も検討したよ。あ検討はした。薬飲む？薬 AGA の。ああ有名なやつね。おう塗ったやつ。あれはね、日本のさ AGA 治療のさやっぱクリニックいっぱいあるけど、うん、あれはね海外輸入かなで頼むとねすごいコスパがいいんだよ。へえコスパがいいんだ。すごいコスパいい。へえ詳しいな。それ調べただけある。あまあ調べてますからね。一応一番いますね。いたいた。どこ？いや。いいでしょう。じゃあなんか面白い話してよ。待っている。いや。死んでもいいよ。せめて抵抗だけ。透明。いやー。何もできない。何もできなかった。無力。無意な時間を過ごすことになったな。やっぱり一人じゃダメだ。自立して。え、織田信さんは一人暮らしですか？うん。え、自立してる。自立だ。うん。え？え？じゃない。嘘？うん。嘘なに？うあ、嘘なんだ。嘘嘘。実家ですか？え、実家？うん。自立して。え、実家なの？うん、実家。ちょっと小童子じゃん。小童子だ。いやいや、おじさんがどうかわからんぜよ。いや、おじさんだ、おじさんだろ。おじさんだよ。おじさんだよ。わあ、おじさんだよ。どう見ても。おまおまおま。なんだよ。なんだなんだなんだ。いいや。やる。やんの？やったらかお前。おい何が V スポだよね。やんの？V スポ V スポホームに喧嘩売る？いやまあ強いけど頑張っちゃうぞ。頑張っちゃう。ワイピョン頑張っちゃうぞ。だってオダナブはもう見た目がもうおじさんやんもう。そらそう。わざわざおじさん側の姿に戻ってったよお前、うん、なったしね、うん、最近老けたしね。それでおじさんと言われて怒んのもなんか変な話だけどな。だってあまあでも意外にも若いもんな。確かに織田信長という人物は。ああ織田信長は若い30代でしょ。だってでも織田信長と織田信は全く関係ないよ。あそうだよね。関係はない。そうだよね。全く無関係ではある。別になんか織田信長に憧れたとかでもなく。あ、そうなんだ。勝手に。あ、よう覚えてんね。じゃあもうただなりすましってこと？なりすましですらないよ、なんなら。あ、そう。なりすましてもない。なりすましてもない。上できるわ、こっち。あぎゃ下行くね。名前の語感がいいから使ってるだけっていう。パクリか。じゃあ、それ普通に。パクリ、パクリやね、普通に。パクリ、パクリですね。パクリですね。パクリやん。織田信長さんのパクリですね。イエーイ。
マジか。まあ端的に言うとそうなります。気になっちゃうなぁ。ごぜい、気になっちゃう、気になっちゃう。え、本当の部好きな人いんの？ちょっと気になっちゃってる。向井は？ジャパン、いや、ちょっとやめてて。向井まさきです。いやもうさ、まだ気になってんだ、まさきのこと。いやもうダノブやめなよ、もう向井はさ、だってもう、妻子持ちだよ、うん、子供いいんだよ、子供。そうだよ、もうやめときなって、もう幸せになれないよ。さすがにまずいな、うん、でも、2番でもいいから。遊びでもいいんだ。うん、そうだよね。背負っていく覚悟があるってこと、うん、そうね。もういい、こんな人生、もうまさきがいないんだったらこんな人生減っちゃう。いらないか、気色あり、気色あり。今週の気色あり出ました。気色あり出たな。気色あり。え、待って、今回ももしかしてまさきがコーチだった？うん、あ、違うのか。俺らのチームやったからね。あ、そっか、メイカちゃん。そうそうそう、まさきは俺がいいって。どう、まだけにね、個別でちょっと指導してほしいって DM 送ろうと思ったけど、うん、あ、でもまあちゃんとね、もう決まってるから、うん、でもこの気持ちどうすればいいんだみたいな感じだった。この気持ちどうすればいいんだ。まさきの心境複雑すぎないそれ。チームとしてはこっちこっちして、個人はこっち。罪な男だね本当に。そっか、思わせぶりなまさきが悪いな。うん、なんかまさきもまさきだよね、はっきりさ、うん、ね、もう 2,3 年ずっとね、恋してんのにさ、はっきり断らないでさ、なんかキープみたいにしてさ、キープみたいにしてさ、なんかノブがかわいそう。そうだよ、なんだかんだたまに来るしね。え、アペやろうよって。え、テックスしようって。好きじゃん、テックス。結構直球に誘ってくるんだね。ブリスポン。エーペックスでしょ、しようって。エーペックスでしょ、行ってくる行ってくる。マジかよ、そんなんだって切れぬに切れんよな。そんなひどい、それは、ひどいひどい。ノブのことなんだと思ってんだよ。あんまりだよ、まさき。DM 送っちゃおうかな、割とのこと。そうだね、もうちょっと。いやでも、聞くのもちょっと怖いな。いやでも勇気、勇気だよ。え、わかった、じゃあわかった、信子、私が聞いてあげるよ。間接的に？あ、そう、私がそれとなくまさきに聞いてあげる。うん、でも、うん、嬉しいけど、でも、ベニア可愛いから、なんか取られちゃう。ベニアにね。そんなくて。何やっとんだわけ。信子、何やってんの？これ多分透明化してる。透明化してて君出てきて、この中。なよ。やったー。さよなら。え、待って、これ強すぎ。え、こいつやばすぎ。え、なんかそこ、ま、こいつやばすぎ。やばすぎ、ほらた。あば、まさか。あば。え、この人、え？え、ちょっと。え、やばくない？ちょっとエグかったけどな。痛かったー。ちょっと痛かったなー。まあ、こいつがいないうちに次行くか、さっそと。うん、行こう。行くで。とんでもないのに引き殺された今。まあ、でも言うて、フォーカスされてるわ。うん、ちゃんとね。そう。あ、うまいね。カービンか。ただ恋話してただけなのに。ねえ。邪魔されたね、大事な話してるんだからさ、待ってよ。全部まさきのせいだわ。うん、まさきが悪い。私好きな人いるから大丈夫だよ、まさきには行かない。分かった、うん、それ聞いて安心した。いる。安心した。私の好きな人もちょっとハゲでちょっともしかしたら悩んでるかもしれなくて、だからドイツのオーガニックのシャンプー教えとくね。教えようか、うん、教えようか。いやでもだって、え、 M 字ハゲにドイツのオーガニックのシャンプー使って今これやで。 M 字ハゲに聞く？違う、聞くかどうかわかんないけど、なんかいいとはされてるらしい。誰？ベジータ？いやいやいや、さ、ちょっとやめてよ、やめてよ。あ、ごめん、そうね、ごめん、ごめん、ごめん。いや、ベジータ、誰なん？ちょっと、誰なんだって、教えてよ。なんか、その人、うん、めっちゃ強いの。うんうんうん、いや、めっちゃ強いんだ。めっちゃ強い？で、なんか、よくね、髪の毛金髪とかになることがあって、あ、だから、結構髪傷んでて、無地ハゲになってるかもしれなくて。うん、あ、そうなんだ。うん。で、その人も、ちなみに、最新持ちなんだけど。最新はみんな最新。そう、だから私もね、ノブのこと言えないんだけど、でも私もそれでいいの。なんなら、その人の幸せを願ってるから、うん、そのまんま幸せな家庭でいてほしいけど、私との関係も続けてほしい。続けてほしいんだ、うん、遊びでいいからね。遊びでいいの。
でもベニが傷つくの見てらんないよ。傷ついてない、幸せなの私。幸せ、うん、切れてんのよ、うん、私幸せなの。まあみんな最初はそう言うんだよ、うん、そう言うんだけどさ、最後には後悔してるんだよみんな。正直に最初持ちだったら手引いた方がいいと思うよ。真顔やめろ。すん最低。やめ、さすがにやめた方がいいと思うよ。すん。そっか、ベニヤも一緒だったか。うん、え、たまに金髪なのかっこいいな。そう、たまにね、なるのよね。うん、あ、そうなんだ。いや、なんか金髪になった瞬間、覇気とか出てきて、こうザクザクってしそう。そう、もうめっちゃね、強いのよ。いろいろ刺さる。すっごいド S でね。すっごいド S で、すっごいド S でね。俺様で。俺様系で。もうかっこいいんだよね。うわ、王子様。王子様なんだ。さあ。叶うといいな。まあでも多分、まあ俺の知り合いかもしんないんだけどさ、うん、あのちょいちょい金髪になる前からまあまあ来てなかった。うん。うん。いやいやいや。あ、ごめんごめん。そうか、そうだよね、そうね。いや、まあ、やっぱあの金髪が加速させちゃったのかなみたいな。あ、追い込んじゃったの。そう、まだ戻れる状況だったのにね。まあそうかも。そう、本人でも自覚してる？気にしてるかどうかはね、別だよね。いや、気にしてない、まね、気に、だからいいんだよ、別に。うん。あ、そうなんだ。やばい、目の前いる。